今回紹介するのは「柴良太郎スペシャル2016年3月」という本です作家柴良太郎が亡くなって20年日本は今大きな転換期にある国取物語花神明治という国家この国の形を題材に日本と日本人の未来について考える最近は柴し官しというふうにくくられ 柴良太郎の歴史観を批判するような言説も目立つ。だがそれはやはり芝良太郎の作品が日本人に愛され続けてきたことの裏返しでもある我々は芝史観と揶揄されるほどに芝の考え方に納得しその考え方を知らず受け入れてきたところがありそれは芝の作品に触れていない人でさえ 芝の影響を受けた作家や周囲の人々に影響されてそうした考え方に慣れてしまっているところがあるそんな芝作品の魅力をわかりやすく紹介するのが本書以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします